三原健太郎 YouTube へようこそ。いや、板についてきましたね。慣れましたね。はい、慣れてきました、この角度も。どうぞどうぞどうぞ。これ3連発もできますから、それぐらいこう対応力いいですね。ノリノリですよ。そんな YouTube にも慣れてきた、はい、慣れてきましたね。ケンドさん、一番やりたい企画何でしたっけ？一番最初に僕がこの YouTube を始めるにあたって、はい、YouTube といえばペヤングなんでそれが一番気合入ってるんですか？いやいやいや、はたから見てやっぱ YouTube の世界っていうのは、はい、ペヤングを食べないでは YouTube で生きていけないっていうか、なんかデビュー戦みたいな感じですか。で、もう初期編。じゃあ今ケンドさんは黒ブリーフを履いてるってことですか？そういうことです。うまいこと言いますね。ありがとうございます。 YouTube でやっぱりこれを避けては通れないっていうか、これをやってこそ、まあその YouTube の世界に入れるんじゃないかなと思ってますから。ついにその時が来ましたね。はあ、来たか。ご用意させていただきました。ありがとうございます。僕も早速、じゃあペヤングの世界に。これダメでしょ、これダメでしょ、これただの美味しいやつじゃないですか。ペヤング、ペヤングを僕が食レポするわけじゃないんですよ。僕プロレスラーでしょ、はい、やっぱり戦いだから。 YouTube と戦ってるわけで、僕としては YouTube の世界を席巻してる、やっぱりあの激辛ペヤング、あれを食べてこそ僕は YouTube やる資格があるんじゃないかなと思ってるから、今回ばっかりはデビュー戦だから勝ちたいってのあるんですよね、ペヤングに。ケンドさん、来た。これですよ。これなんて書いてるんですか？ペヤング焼きそば、極激辛、泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方の食べることには十分ご注意くださいと。極激辛ですよ。でもこれですよね、やりたいの。大丈夫、これ激辛じゃなかったですか？あるんですよ、こういうのは。極激辛です。極ってちょっとやばいし、この絵とか結構やばいですよ。めちゃくちゃ辛そうな感じで。でもケントさんカラーじゃないですか。あ、赤いね。いや、そこじゃないですよ。まあでもね、まあでも僕も言った代わりには戦いますよ。戦うっていうか、まあでももしかしたらそんなに辛くない可能性もあるわけでしょ。いや、一応お伺いするんですけど、はい、ケンドさんは辛いのは得意なんですか？辛いのはそこまで得意じゃないんですよ。だから辛いラーメンとかはあまり好き好んで食べないですね。中華とかも あんま辛くない方がいいですし、はい、カレー屋行っても甘口ですし。やめます。いやいやいや、だからそこはでも YouTube の世界、僕らは逃げちゃダメでしょ、ごく激辛から。ただ僕も見ててそこまで辛くないんじゃないかなっていうのは正直あるんですけど。なるほど、うん、もし美味しかったら大丈夫かなって逆にちょっと心配してるんですよ。おお、言いましたね今。え、言いましたっていうところの怖さもあります、正直。まあただ YouTube を撮るにあたって、まあ、今回ごく激辛は避けては通れない。じゃあもちろん、はい、目標は完食。それはそうですね。いやいや、大丈夫じゃないですかね。サイズ的にももう下手したら一口二口で。でも顔と、そう、顔と、そう、あ、僕のよりちっちゃいでしょ。ちっちゃいですね。そうでしょ、はい、もしかしたらこのサイズ感だと二口三口で完食する可能性あるんですよね。あ、そんぐらいも。僕麺系大好きなんで、焼きそばとかラーメンとか本当好きだから、ペロッといっちゃう可能性もありますよ。じゃあもうなんか、うん、いろいろこう喋っててもしょうがない。そうそう、もう実際やらなきゃダメ、やらなきゃ。もいやいやいや、とんでもない。でも本当もこれはもういっちゃうよっていう。じゃあ もし辛くなく反応できなかったらそれはすみません、このお蔵入りになっちゃうんですけど。じゃあカメラ向かってもう意気込み、じゃあ一言もらっていいですか？おっしゃー、ほらごく聞くから焼きそば、俺らの YouTube の撮るにあたってこれは避けては通れない相手だ。ただ申し訳ない、辛くなかったら俺は本当に反応できないからな。ごく激辛勝負や。よっしゃ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 。3分経ちましたね。来ましたよ。ちょっとあの戦う前、試合前と同じような気分ですよね。なんかこう戦う感じで。なるほど、うん、気持ち作って、気持ちでも作ってきました。この湯を切ってる間にこうカンカンカンっていう時にも気持ちはできてますから。3分で、はい、うわ、でもあ、お、この匂いがたまんないですね。まあこれインスタント好きな人にとっては分かると思います。このもう
これですよ、ごく激辛ソース。ついにこの時やってきました。これ注意書きに書いてるんですけど、非常に辛み成分が強いので十分にご注意ください。これプロレスの場外お気をつけくださいみたいな感じですよね。マジでこれやばいですよ。ちょっとなんか書き方も怖いですよこれ。なんかそれではついにこの時やってきました。おお、どうも匂いは、なんか今のところ匂いはなんか最後にちょっと怪しい、ちょっとなんかやばそうな息がということで、はい、混ぜていきましょう。ちょっと嗅いでみますか。はい、あれさっきの匂いどこ行った。あれ本当に、えあれどうしました。え同じものじゃなくなってる。えあ、これ本当にこの匂い嗅いだことがない。このソース何、ちょっと本当に変わった。一気にちょっと混ぜてみますか。混ぜましょうね。これ混ぜる時がね、普通焼きそばっていうのは楽しみな部分もありますから、これまんべんなく混ぜるのがね、やっぱりこうこういうインスタント系のあのこだわりというか、すごい大事な、なんかなんかもうどうしました。いや、色味は本当に普通の 色味はまだそんなに超激辛って感じではないですよね。ちなみに、はい、あのお茶の方も用意させていただいてまして。お茶はいいんじゃないですか。あ、俺も誰だと思ってるんですか本当に。大丈夫ですか。スーパースターって自分で言ってるんですよ。逆にこれスーパースターがグビ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 お茶飲んでたら、ちょっとスーパースターなんですかって感じで世間的には。あ、だってこれね、激辛ペヤング食べましてお茶の用意しましたってちょっと普通の人でしょ。まあ皆さんと同じ、うん、皆さんと俺やっぱ違うから普通の人とは。こういうところで見せるのがやっぱスーパースターだから。大丈夫。シングルマッチ2000宮原健人バーサスペヤング極激辛勝負始めます。カーン。お茶、お茶が来れた。キヨさん、これダメだ。キヨさん、一口です。ダメだ。本当ダメだ。何が起きました。まだ一口です。これダメでしょ。まだまだ開始してすぐですよ。まだまだ全然。おわ。これダメでしょ。いや。これダメダメ。これダメです。あれ？これダメですよ。それしかないんですよ。あれ？これマジでやばいね。これお茶。お茶いらないっておっしゃってたんで。ダメ。お茶。落ち着きました。はい、これはあ、鼻水も出てきましたこれ。これダメでしょ。すみません、すみません、鼻水があのね、しびれした。あの一口ですか。マジでやばいよ。マジでこれ本当だからね。汗が手がしびれてきた。一口ですよこれ、はい、これダメだわ。食べれない、食べれない、はい、食べれない。
なんかまだ一口なんですよ、ケンタさん尺的に。いや尺とかの問題じゃないですよこれ。尺がちょっと足りてない感じです。これやばい、これ見てわかるでしょ僕の顔。はい、これ多分超激辛とかじゃないでしょ。ごくです。これごくやった人いないでしょ今まで。いるな。いますね。申し訳ない、頑張るか。いや、なんかわかんないですけど、本当に無理だったら僕らもちょっと紅葉になっちゃうんで。やめましょう。やめる。いやいや、もう一回行きましょう。もう一口行かせてくれ。行きますか。お願いします。じゃあもう5、いや、なんか少ない。マジでやばいよこれ。いっちゃいましょう。これ演技じゃないよマジで。おお、男ですね。男出てきた。男ですね。いや、これマジでいけるんじゃないですか、感触。一回お茶やりましょう。これダメだろ、これ。YouTube だもんね、はい、負けらんねえ。これダメだ。ケンタさん、これダメだ。大丈夫ですか。こんな俺見たことないでしょ。これが YouTube ですね。これか。あ、ダメだ、出る。ちょっと、これやめよう。これ消えない。ギブアップ。ギブした。もう伝わらない、これ。伝わってる。これやばいよ、これ無理だ、完食は無理。ギャラピントの YouTube、 お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれマジで、やるもんじゃないし、こういう企画は。でもやりたかったことですよね。やりたかった。本当はこんな味じゃなかった。ちなみにどのぐらい食べましたっけ。3口。なんかさっきこれ見た人に、え、食べましたって言われましたけど、食べてますからね、これ。やばいよ、これ。これやったことないでしょ、多分日本人は。あります。俺ほんとにこれじゃないでしょ。極極じゃないでしょ。それですね。これ完食した人いるんですか、世界。まあ、世界広いんで。まあ、広いんだけどさ、俺マジでこれまだ痺れてますから。でもどうですか、これが YouTube です。俺大丈夫 YouTube。 ちょっとなんか初めて挫折してるよ YouTube で。結構ノリノリなんですけど。すごいよこれは。これちょっと誰考えたの。すごい。まあ率直にですけど、痛いんですか。痛い、辛いとかじゃない、痛い。で最初もこれ説明すると、食べて瞬間に 2,3 秒はあ、これいけるかもしれない、普通の焼きそばだと思った瞬間にもその時すでに遅しで、でも喉が痛くなり、でも涙出て鼻水出て、でそこから手がしびれだし、マジで、あの経過的にはそんな感じ。スーパースターもちょっと激辛ペヤングは無理。これは公表します、もう今後プロフィールに激辛ペヤング NG。 マジでこれ NG だわ。あ、公式にも書いてある。今後 NG、 もう食べさせないでくれっていうするわ。今後マジそれぐらいもうやばかったもん。この手が出なかった。これ本当に手が伸びないってさ、大人になったらなかなかないじゃないですか、頑張ろうとか思って、はい、よし、いい収録をするために食べるんだと思ったんですけど、もうこれ全てそれを放り投げてもう台無しになってもいいやぐらいの、本当にもういいや、もう激辛ペヤングはの会話はもう取らなくていいっていうぐらい投げ出すぐらいの追い込まれた。もういい、 NG、 やらない、今後一切激辛ペヤング。まあでもいい経験にはなったんじゃないですか。まあそうだね、だって YouTube やる上で
激辛ペヤングは俺が言い出したんだもん、やるべきだって。そうですね、誰が言ったわけだよ、自分だもんね、はい、人生として激辛ペヤングの人生歩めたからね。ここ先では撮れないでしょ、 YouTube やる上では。その中ではいい経験でしょ、はい、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。なんだよ、何何で、ドンキホーテペヤングソース焼きそば、ペヤング極激辛焼き178円、マルカペヤングソース焼き178円、辛ラーメン激辛カップ128円、計693円ですって。なんで俺が払うねん、おかしいだろこれ。お願いします。宮原健人の YouTube どうなってんだこれ。え、でも食べたい、自分、あ、でも食べたいって言って、これ請求書まで俺に来るシステムだこの YouTube は、はい、涙流して鼻水垂らして、そんな集大を世間にさらさして、なおかつ請求書も俺に来る、どうなってんだこれ。本当に払うもんは払ってもらえたもん。人生甘くないってことかな、これ宮原健人の YouTube を通して。合計693円、なんかしかも焼きそば3種類4種類買ってるしよなんだこれは一体この請求書。これも後で払いますよ、スーパースターが。じゃあ引き続き別の企画もやっていきましょう、ね、うん、別の企画もやっていこうデビュー戦終えました。激辛ペヤングは今後はやりません、すいませんでした。おいちゃん、ちょっとさっきの請求書持ってきて。え、払うからちゃんと。いいですか、本当に。いくら、本当にいいんですかね、ないよ。やっぱ払わせたら追えないだろ、宮原健人の YouTube ってやってんだから。すみません。693円。細かいの、細かくていい。じゃあ、はい、すいません、ありがとうございます。細かいのねえな、いいよ、次は言えないから。もうジュースも買って、気にしないで。さっきカルピスとか。プラスかよおかしいだろ、それで足りるでしょ、カルピス代とか。どう、ちょうどいいぐらいかな、ギリギリいける。大丈夫です、それでなんとかして。いやけど YouTube 今後頼むよ。はい、もう出迎えも、あ、出迎えいますかね、あいつ。ケントさんこのシーンマジでレアじゃないですか。いやいや、レアですよ。ミーシャスタイルで。いや、そのスタイルです。ミーシャスタイルって言われること。あれから僕たちは。宮原ケントの YouTube チャンネル登録高評価よろしくお願いします。宮原ケントの YouTube 最高。